ジャニー氏互いがついにシックストーンスに、注目を浴びる森本慎太郎兄 YouTube、メンバー不穏発言と不穏報道も、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏、去年87、による、所属タレントへの過去の課題疑惑、元ジャニーズジュニアの川岡本氏、 26を筆頭に元ジャニーズタレントからの告発が相次いでいるが、ここに来て、元デビュー組が過去に YouTube で語った発言が波紋を呼んでいるという、2011年に未成年喫煙が発覚し、その後ジャニーズ事務所を退所した、元平聖、ジャンプの森本龍太郎さん、28です。龍太郎さんは歌手活動をメインに YouTube チャンネル、森本産地の龍太郎を運営していますが、 2年前の9月に投稿していた動画、現在は非公開が再注目されているんです。女性史ライター。動画は、黒歴史を教えてくださいという企画なのに森本が公表できない話ばかり出してきた。の巻、というタイトルのトーク動画。多くの部分はいい音で伏せられていたが、小学校5年生ぐらいに、ジャニーさんかに泊まりに行きまして、プールとかもあるんで、プールで泳ぐために泊まりに行ったんですけど、 カラオケルームがあって、そこで寝ちゃったんですよね。パッて目が覚めて起きたら、規制音。あれ何だろうと思ってパッて目に見たら、1万円が置いてありました。竜太郎は、ジャニー氏との思い出について、そうコメントしていたという。重要な部分は伏せられていたものの、これまで、週刊文春、文芸春秋では、プールがあるジャニー氏の別格で加害が行われていた。ジャニー氏が行為後に、ジュニアに1万円を渡すことがあったと。 応じられてきました。それだけに、龍太郎さんの話には信憑性がありますよね。動画公開時は現在ほど、ジャニー氏の闇が明るみに出ていませんでしたが、ここに来て、遠回しに被害を訴えていたんじゃ、と再浮上しています。そして、龍太郎さんの実定が所属しているシクストーンスのファンも、気が切れない状態になっているようです。全同、龍太郎の弟に注目が集まるわけ。龍太郎の弟は、 シクストーンスで活躍中の森本慎太郎25だ。そのため、森本竜太郎もジャニー北川のせい輝けてたのかな。シクストーンスの弟森本慎太郎もいるし、なかなか公家では言えないだろうけど、森本慎太郎のお兄様、なかなかぶっこんできたね。デビュー組、かつ、13歳未満ってところがポイントなのよ。信憑性高いしね、スノスと。 スノーマンとシクストーンスには寄り添ってもらったゴーンしかないから、ぜひ、都米移籍して、派手に売れてほしい。タ太郎とかもろに、ジャニー北側の被害受けて、そうだよな、弟がジャニーズにいるのに言って相当なことだよね。と、タ太郎を連想して心配する声や、元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏、41、が立ち上げた、新事務所、都米の移籍を推奨する声までも SN、SNS に寄せられている。 竜太郎さんが、ジャニー氏の闇についてこれ以上言及する可能性は低いと見られています。間違いなく、現役ジャニーズの慎太郎さんに影響が出てしまいますからね。ただ、すでにこうして2年前の動画が話題になってしまっている。シクストーンスは、事務所との折り合いの悪さから、2022年12月の、週刊文春、文芸春秋に、次に、対処が、危ないジャニーズとして名前を挙げられていたこともありました。 今回、再注目されている龍太郎さんの動画が、新たな事務所内での火種にならないといいのですが、前室の女性シライター。そんなモシクストーンスは、もともと、ジャニー氏と方向性が合わないところがあったようだ。メンバーの田中樹、27、は、2022年1月15日放送の、王様のブランチ、TBSK にて、グループとジャニー氏の関係を次のように語っていた。 ジャニーさんにはあんま好かれなかったメンバーの集まり。ジャニーさんは、七三のオールバックが嫌いで、俺らがやると、おじさんみたいだからやめろって。そう言われても、六人全員でやり続けた。また、慎太郎は、ジャニー氏のお見舞いに訪れた際に、言う、本当物イクになったねと言われてしまい、しかもそれが最後の会話になってしまったことを、2021年8月13日放送の、朝ちゃん。 tbs 系で話していたこともある。事務所への不満が囁かれたシクストーンス。一方でシクストーンスは滝沢氏には気に入られていた。そのため、スノーマンと一緒に2020年に念願のデビューを叶えたのだが、2022年10月には、その滝沢氏も対処してしまった。芸能プロ関係者が話す。滝沢派だったスノーマンとシクストーンスは、事務所内で押されない立場にあるものの、 スノーマンは圧倒的な人気と売り上げでトップグループの地位を築きました。一方のシクストーンスはずっと自分たちの意見が通らなかったそうでメンバーがこういうことをやりたいやこういう感じの歌を歌いたいと主張しても上から降りてくる方針に従わないとならないといいそこに強い不満を感じていたと聞こえてきていますね。4月11日発売の週刊女性 主婦と生活者のグラビアインタビューでは、新太郎が自分たちが置かれている立場は何なんだろうって気が腐ることもあったと、過去に不満があったことをほのめかす発言が飛び出したこともあった。ここに来てシクストーンスの台風も変わってきたと見られていました。しかし、そんな状況下で、龍太郎さんの動画が大注目を集めているわけです。これにより、新太郎さんが事務所で肩身の狭い思いをしてしまうかもしれない。 シクストーンスはメンバー間の結束力が強いし、回り回って、シクストーンスの未来に大きな影響が出てしまう、なんて事態にならないことを、注意、そしてファンも願っているのではないでしょうか。全道かつては兄弟ジャニーズとして雑誌を飾ったこともある、森本龍太郎と慎太郎。龍太郎は、弟の活躍に、何を思う森本慎太郎の兄、龍太郎、兄弟の面影を感じさせつつ、 弟より可愛い系、路線ショット。弟の新太郎は少年時代は可愛い系のルックスだったが、年を重ねるうちに筋肉質で豪快な雰囲気へと変化していった。新太郎と比べると、龍太郎は細身で可愛い系に近いルックスである。